1981年12月、連隊が台頭していたポーランドの政治情勢は、ソ連共産党指導部にとって、まさに無政府状態と言えた。連隊内部では急進派と穏健派の対立が激化し、次第に、ワレサ自身もこの対立に翻弄されるようになっていた。一方、ポーランド政府はこの時、ヤルゼルスキ主導のもと、非常事態法の導入準備、すなわち、戒厳令の発令を数ヶ月前から準備していた。連隊がワレサによる統制を超え、徐々に急進化していき、ソビエトによる軍事介入の危機も継続している中、1981年12月12日の深夜、ヤルゼルスキは苦渋の決断を下した。それはまるで、国家を存続させるため、あえて修羅の道を歩んでいるかのように。皆さんどうもこんにちは。ツイッター始めました。解説役のキメイマルです。使い方はこれから覚えるよ。相槌役のチルノです。さて、今回もポーランドのお話ということで、ゆっくりで語る、東欧革命。今回は第3回、ポーランド・ヤルゼルスキ戦争、ということで。今回の説明項目です。今回はどこまで解説するの？今回については、1981年12月13日までを解説いたします。戒厳令の発令って書いてあるけど、何が起こったの？すごく物騒な言葉が出てるんですけど。まあ、最後まで見ていただければわかりますよ。バッドエンドの予感しかしない。とっとに書く時間ももったいないし、早速解説を始めてくれたまえ。それでは、解説スタート。さて、ヤルゼルスキがペイゼットペイル第一書記に就任した後の話をしましょうか。が、解説の関係上、時間を少し戻します。前回説明しきれなかったことを、補足しながら話を進めていくよ。まず、前回の動画でも述べましたが、1984年の1月に、ワレサはヨハネ・パウロ2世に敗越しました。この敗越により連隊は、国際的な認知を得ることになりました。そして、世界的な連隊フィーバーが発生しました。ワレサは反体制派の寵児として、特に西側の国で大変な人気を獲得しました。ちなみに当時のペイゼット・ペイル第一書記は、まだスタニスワフ・カーニャで、首相と国防相は、ボイチェフ・ヤルゼルスキが兼任していました。1981年5月10日、日本記者クラブの招待でワレサは初来日しました。ワレサはこの時、まさに時の人でした。日本記者クラブのホームページで、会見で語った言葉が文字で起こされているのですが、カメラの放列が敷かれ、記者席も立錐の余地なし、当時の記者会見の様子は、そのように記述されています。つまり、霧を立てるような場所もないくらい会場は人でいっぱいだったんだね。まるでスーパースターだな。この記者会見は5月15日に行われたのですが、実はこの2日前、大事件が起きていました。何が起きたの？ヨハネ・パウロ2世の暗殺未遂です。重傷だったものの、命に別状はなかったのですが、この暗殺未遂に KGB が絡んでいる、そんな噂も囁かれていました。まあ、ありそうな話ではあるよね。ワレサは13日から14日にかけての真夜中、その知らせを聞きました。しかも速報で流れてきた情報は、ローマ教皇使者でした。まあ次の速報では重傷に訂正されたらしいんですがね。なんて人騒がせな速報だ。自分の支持者、しかもかなりの影響力を持った人物が殺されかけた。このことはワレサにとっても、大変重大な出来事でした。ワレサは訪問先の長崎で、当地のカトリックの神父に急遽ミサを行ってもらったそうです。長崎の原爆記念館を訪問した時、彼はヨハネ・パウロの暗殺未遂と、原爆投下のことをダブらせ。人間よ、お前はどうしてそんなことが出てたのか？原爆記念館に置いてあったノートに、ワレサはそのように書き残しました。さて、この頃までに連隊は正当である、と、そのように勘ぐる者も出始めていました。数百万人の労働者を率いて、政府に対して物申す組織。
まあ、連帯は正当だって思われても仕方ないよね。実際この記者会見でも、連帯は労働組合であって正当ではない。この言葉をワレサは繰り返しました。それと、この会見でワレサは気になる発言をしていました。労働界の今までの歴史を見ていると、労働者たちがタダで要求を叶えたという例は一度もない。そのことを忘れてはいけない。一番効果的で、一番危険な取材というのがストライキという武器です。そういうことも覚えておかなくてはならない。それと同時に、ストライキでもって経済的な状態を改善することはできないということも、忘れてはいけません。そうは言っても、労働者の擁護取材としてのストライキという武器を、やはり持たなくてはならないのです。なんだか、俺らが持っている武器はストライキしかないんだ。みたいにも聞こえるけど。この頃になると、全体はポーランド政府ともバチバチに対立し始めていました。そしてこの当時、ソビエトのポーランドに対する軍事介入の噂は、日本にまで聞こえていました。それに対して連帯は、というかワレサがどう対処しようとしていたのか、おそらく、前回の動画で説明したような、選挙手としか考えていなかったのではないか。記者会見の文字起こしを読むと、そんな気がします。会見の中盤、とある記者が担当局入に質問しました。ソ連はポーランドに軍事介入をすると思いますか？しないと思いますか？この質問に対してワレサは、若干はぐらかした回答をしました。そりゃあ本音で回答したら国際問題になるもんね。しょうがないね。ワレサは5月16日まで日本に滞在し、帰国していきました。さて、この会見の11日後に、とある人物が国賓として来日しています。誰だったの？エーリッヒ・ホーネッカーです。1981年5月26日から31日にかけて、ホーネッカーは国賓として日本を訪れました。そして彼は昭和天皇や鈴木前後総理大臣と会談。5月28日、日本記者クラブでホーネッカーの記者会見が開かれました。記者からの質問は、今後の東ドイツと日本の関係性について、それから経済協力について、ソビエトと日本の関係について、いろいろありました。当然ですが、記者会見には日本人の通訳がいました。東西両ドイツからも記者が来ていたので、ドイツ語で質問を受けた場合は、まず通訳が日本語で質問内容をその場で記者全員に公表し、それからホーネッカーがドイツ語で答え、それを通訳が発表する。そういうスタイルで行われました。つまり、ドイツ語で質問された場合、日本語で質問内容を公表してからホーネッカーが回答していたんだね。そういうことです。記者質問の二人目に、西ドイツの新聞社、ジュートドイツ・ツァイトング社の記者がドイツ語で質問しました。内容は、日ソ関係において、積極的に何らかの役割を東ドイツは果たせるか？そういう質問でした。日本語で質問内容が通訳されました。ホーネッカーは落ち着いた様子でこれに答えました。なんて答えたの？それは日本とソビエトの問題で、我が国の任務ではない。しかし日本と東ドイツの関係が今後発展していけば、その他の関係も、積極的な意見が出てくるのではないか。そういった回答でした。なんだか政治家らしい受け答えだね。質問の核心部分には触れずに、名言は避けて、言葉や口調によって回答した体を作ろう。まさしく政治家です。会見の中盤、日本テレビの奈良島陽子という記者がドイツ語で質問しました。彼女は大変流暢なドイツ語で質問しました。昨日行われた鈴木前後総理との会談で、ポーランド問題に関する意見の相違があったと新聞報道されています。ソビエトがポーランドに軍事介入した場合、東ドイツとして、どのような反応を示すおつもりでしょうか？かなり突っ込んだ質問だね。これに対してホーネッカーは、質問がドイツ語に訳されるのを待ちきれず、慌てて回答しました。わかりやすいのは良いことだ。まあ、通訳の人に、一旦日本語に訳してからご回答願いますとなだめられてから、彼は次のように回答しました。昨日、鈴木首相との会談で中心となった話題は、世界の平和というものをどのように報じていくのか、そういった問題でした。この問題の取り扱いに関しては、双方の意見は一致しておりましたよ。その他の国際情勢の問題に関して、意見が完全に一致してない点があるのは当然でありまして。ただし、ポーランド問題に関して鈴木首相と私の間にシャープな意見の違いがあったとの報道は、事実に即したものではありません。ポーランド問題に関しては、情報の交換という位置づけで話し合ったものです。ポーランドは我が国にとって隣国です。この問題に関する対処は他の国と違ってくることは当然でありまして。この対処方法が、その他の一定のメディアに示されているような情報とは、違った形で現れてくるのも当然であります。去年の12月に行われたコメコン関連の首脳会議に私も出席しておりましたけども、この会合で、カーニャ第一書記やヤルゼルスキ首相が発言したのですが、この二人は、ポーランドは、昔も今も将来も、社会主義にとどまることを明言しております。これまでペイゼットペイールが取った措置を見ても、この二人の発言が嘘であると理解すべき根拠を、私は持っておりません。ワルシャワ条約機構加盟国による軍事介入の意図がある。
との報道がありますけども、これはいかなる根拠も存在しない報道であります。私の考えでは、こういった情報を流しているのはある一定の人たちであり、この勢力は一種の火事場泥棒的な効果を狙っていると言っていいと思います。したがって皆さんとしては、ポーランドは東ドイツの同盟国、友好国にとどまる、これを確信していただいて良いと思います。ポーランドは昔も今も将来も社会主義にとどまることは確定したものと考えて良いと思います。なんだか煙に巻いたような回答だな。つまりホーネッカーは鈴木首相との間で対立と呼べるような意見の相違はなかった。ポーランドは社会主義にとどまることを明言しているのだから、軍事介入があるかもなんて報道は事実無根だ。そう言ってるんだね。まあそんなところでしょうね。若干慌てて火消しにかかってるようにも受け取れますがね。さて我さに話を戻しますが、帰国後の我さを待っていたのは山積みになった問題でした。ガッツリ重たいパンチがダースで襲ってくる。え、山積みの問題ってどういうこと？一体何が起こってんの？まあ時系列順に話をしましょうか。1981年5月28日、ステファン・ビシンスキ枢機卿が亡くなりました。彼はポーランド主座大司教、つまりポーランドにおけるカトリック教会のトップにあたる人物でした。彼は1953年、ビエルト政権下で投獄されましたが、1956年、10月の春の時、つまりゴムーカの時代になってから釈放され、ポーランドにおける教会の活動を、なんとか維持してきた人物でした。そういった経緯で、彼はワレサたち連帯の活動も支持しており、ヨハネ・パウロ2世とも親しい間柄でした。そしてワレサだけでなく、ポーランド国民からも大変に尊敬された人物でした。今度こそ、大きな影響力を持った支持者が亡くなってしまったね。後任の主座大司教には、ユゼフ・グレンプ枢機卿が着座しました。この新しい主座大司教は貧しい労働者階級の生まれで、若い頃には左翼青年組織のメンバーだったこともありました。若い頃は共産主義進派だった人が、ポーランド主座大司教か。人生ってわからんもんですな。彼のそうした経歴が影響したかどうかわかりませんが、この新しい主座大司教は、全体の活動に対して、中立的な姿勢を見せていきます。つまりワレサは、大物の支持者を失ったことになる？まあ、大物の支持者っていうとなんだか選挙活動みたいですが、以前とは状況が違ってくるのは明らかです。というのも、当時のポーランドの経済状況は、まさに火の車でした。外国に対する債務は、米ドル換算で200億ドルを超え、輸出による収入を全部はたいても、債務が払えるかどうか怪しくなっていました。つまり、いわゆるデフォルト寸前の状態だったのです。輸出による収入をすべて債務に充当すれば、今度は物資の輸入ができなくなります。まあそうだろうね。ちょっとした部品や、原料の供給も途絶えたため、工場ではすべての生産工程がストップするという事態が頻発しました。農民も輸入飼料が使えなくなり、トラクターやコンバインなどの農業機械本体や、それらの部品も生産されなくなったため、農業や畜産業の生産量は軒並み低下し、さらに農民は生産した農作物の市場への供給を渋り始めました。ふむふむ。こういった経緯で1980年の11月頃には、ほとんどの商品が店頭から姿を消しました。回転給料、よし。さて、我さたちが当時行っていた主な行動は、政府との労使交渉とストライキです。ストライキを決行すれば、当然ですが物の生産量は低下します。国民の生活が苦しいのは、連帯の連中がやっているストライキのせいだ。やがて国内には、そういった声も上がり始めました。我さがストライキは一番効果的で、一番危険な手段って言ってたのはこういうことだったんだね。そういうわけで新しい主座大司教のグレンプ枢機卿は、当初、全体の支持には慎重な姿勢を見せていました。前にも述べた通り、国民の 90% 以上がカトリック信者であるポーランドにおいて、教会が連帯の支持を躊躇しているという状況は、我さにとって大変きついものになるはずです。でもまあ、ヨハネ・パウロ2世からの支持は得られているわけだし、連帯はカトリックのラスボスから支持されてるんだから、なんとかなるでしょ？そこまで深刻な状況でもないじゃん。これで問題は終わりでしょ？毎度思うんだけど、ちょっと大げさなんだよな。チルノさん、こんなので終わったと思ってんの？まだあんのかよ。え？どういうこと？まだ問題あったの？ここで連帯の内部事情が問題となってきました。話は前後しますが、1981年3月に、いわゆるビドゴシチ事件というのが起きました。これについて詳しいことは省きますが、ざっくり言うと、この当時、連帯を模倣したような労働組合が、ポーランド各地で乱立していました。その運動は工場労働者だけでなく、地方の農民にも波及していきました。1981年3月19日、この日は農民による連帯的な組織の結成に関して、当局との会談が予定されていたのですが、当局はこの会談を突然拒否しました。ビドゴシチ事件とは、これに抗議する活動家たちに対して、警察が実力行使に出た。そういう出来事です。
ワレサは、この事件に対して必死で火消しに当たりました。彼が恐れていたのは、政府当局との全面対決でした。この事件の前から、政府とはすでにバチバチに対立してたからね。しょうがないね。それゆえに、政府との全面対決を避けるため、ワレサは当局との妥協もせざるを得ませんでした。ビドゴ式の農民による農民連帯創設の話は、やがて立ち消えになりました。ワレサによると、この時行った政府当局との妥協が、連帯の急進派から激烈に批判され、その後、取り返しがつかない対立に発展していった、とのことです。それじゃあ、ワレサが来日した頃には、連帯内部の対立はすでに始まっていたんだね。その通りです。続いて1981年6月5日、ポーランド政府は、自由化の行き過ぎについて、ソビエトから警告を受けました。詰めてきますな。7月初旬、ソビエトの外務大臣であるアンドレイ・グロムイコがワルシャワを訪れました。ヤルゼルスキ将軍の自伝には、この時の訪問について、次のように記されています。7月初め、今度はグロムイコがワルシャワへやってきた。我々との激論は、11時間にも及んだ。ソ連側の交渉相手のうち、どの人物が最も不愉快だったか、今でも決めかねている。グロムイコか、それともウスチノフか。ソ連外交の総元締め、グロムイコに軍配を上げようと思う。西側がミスターネットとあだ名をつけたのも頷ける。工場で上場主義的で、我々の主張にはほとんど耳を貸さず、最初から母国に経済制裁の落としを踏みかざす。めっちゃ嫌なやつですやん。先ほども述べた通り、この時ポーランドの経済は破綻寸前。連帯による突き上げ、そしてソビエトからは軍事介入の圧力。こんな状況でソビエトから経済制裁難族らってしまったら、国が崩壊してしまう。カーニャやヤルゼルスキにとって、これは脅しと受け取れるようなものではありませんでした。7月末、連帯の全国調整委員会が開催されました。この会合では、アンジェイ・グビアズダをはじめとする連帯内部の急進派が、発言力を強めていきました。この時、都市の食料事情は危機的状況になっていました。配給権を持っていても何時間も並ばねばならず、並んでも食料を入手できないことがしばしばありました。1981年7月25日、この連帯全国調整委員会が行われている間も、ウッチでデモ行進が行われました。飢餓行進と呼ばれたこのデモ行進の参加者は、急激に増えていき、7月30日には、再びウッチで大規模な飢餓行進が行われました。このデモ行進は、連帯が主催したものではありませんでした。連帯の加入者もそうでない人も、自主的にデモ行進を行うようになっていたのです。この飢餓行進は、やがて全国に飛び火しました。そして8月初旬には、ついにワルシャワでもデモ行進が行われ、2日間にわたって都心の交通が混乱しました。連帯は、労働者に対する統制を徐々に失っていきました。1981年8月3日、このような状況の中、政府と連帯は再び政労交渉を開始しました。この交渉の中で連帯側は、食料品在庫の管理と、メディアの自由利用を要求してきました。交渉はすぐに行き詰まりましたが、話し合いは夜通し行われ、8月6日、双方が一応の合意を取り付けることができました。が、双方がやっとの思いで取り付けた合意文書でしたが、最後の瞬間になって、ワルシャワの連帯指導者の一部が、署名を拒否しました。この政労交渉は、結局決裂して終わりました。この時のことなんですが、ヤルゼルスキは自伝の中で、面白いことを述べています。我々は事態を掌握できなくなろうとしていた。ここでいう我々とは、もちろん政府に加えて、ワルシャを先頭とする連帯の穏健派である。なんというか、一緒になって苦労しているうちに、ワルシャのことを仲間みたいに思った瞬間もあったのかね。ワレサとヤルゼルスキ将軍の間に、結束が生まれてきたようにも読み取れるね。まさしく、雨降って、地固まるですかね。まあ、両名とも自分が関係する組織が統制できなくなってきたんですがね。まあ、それはともかく、ソビエトによる、カーニャとヤルゼルスキへの圧力も日増しに強くなっていきました。1981年8月14日、カーニャとヤルゼルスキは、ブレジネフと会談するため、彼が待つクリミアを訪問しました。8月14日、カーニャと私はクリミアに赴いた。慣例となっていたレオニード・ブレジネフとの会談のためである。新しいことは何も起こらなかった。叱責と非難と警告の調子は、さらに高まった。ソ連の指導者たちの苛立ちは深まっていた。ブレジネフはカーニャとヤルゼルスキを前に、彼らを激しく叱責しました。一体も、君たちはそのご苦労してるやつを返す。はぁ、なんだっけ？一体いつ、君たちは最後の行動を決断するのかね。だそうです。いや、わかんねえだろ、こんなの。所長の呂律に回復の兆しはなかった。何しろ、我々を前にしてブレジネフが読み上げたメモを、会談終了後にわざわざ手渡されたことである。ブレジネフの健康状態は、悪化の一途をたどっていました。今流してる映像ですが、この年のメーデーのパレード。つまり1981年5月の映像です。なんだかもう、レーニン病の階段登っただけで息切れしてる感じだね。それに伴い彼の後継者争いも激化していきましたが、それは後の回で説明しますか。
1981年9月4日、ポーランドの国境付近、それからポーランド国内の演習場も使用して、非常に大規模な演習が実施されました。その演習は、ザーサト81、そう呼ばれました。さて、この演習は1981年の9月4日から始まったのですが、この日付には、メッセージが込められていた。そう言われています。どんなメッセージ？つまり、ポーランドへの威嚇です。あ、こはわかんな。翌日の9月5日から、連隊の第1回全国大会が予定されていました。この演習は、連隊全国大会に対する威嚇でもあり、それと同時に、ポーランド政府にとっては圧力以外の何物でもありませんでした。さて、そんな状況の中始まった第1回連隊全国大会ですが、かなり荒れました。お願いだから仲良ししてよ。伊藤孝幸氏の著作、ポーランド現代史によると、対立の軸は3つあったと言います。今表示したのが、その3つの対立軸です。まあ、いろいろと書いてますが、尺の関係上、直接関係ある丸1だけ説明します。まず丸1、これは穏健派と急進派の対立と読み替えて支障ないのですが、連隊指導部だけで見た場合、当時は穏健派が連隊指導部の主導権を握っていました。そして先ほども述べた通り、我さも穏健派です。そしてこの全国大会には、地方の連隊代表者も参加していました。そしてこれら地方代表者は、前年8月のストライキで頭角を現した人物たちで、その半数が、35歳以下の若い活動家でした。まあ、彼らは年齢的に、そこまで連隊指導部と年が離れていたわけではありませんでしたが、我さのように、政府との直接交渉を経験した者はいませんでした。まあそうだろうね。そして彼らは、なんというか、俺がという意識の塊みたいな連中で、しかも連隊における指導的な地位を目指しており、彼らは到底実現不可能な、過激な方策を提案し、競って急進的な発言を繰り返す傾向があったそうです。注目や影響力を得るために、とにかく過激な発言を繰り返したんだね。そういうことです。しかもザーサト81の実施に反抗する意味でも、過激な発言は後を絶ちませんでした。もちろん我さは、そういった発言をなだめ、いさめたのですが、これによって、我さは弱腰だ。安易に政府と妥協しようとする裏切り者だ。そんなことを言い出す輩までで始めました。ザーサト81の実施も、なんだか連隊の内部分裂を助長してるような気がしますな。さて、あれに荒れた第1回連隊全国大会ですが、これらが決議されました。まず丸1、この大会で我さは、独立自主管理労組連隊の議長に再選されました。お？やったじゃないか。しかし得票率は 55%、過半数をわずかに上回っただけの、まさしく新章でした。ダメじゃねえか。これは、我さを支持した人が半分以上いたというより、我さを支持しない人間が半分近くいた。そう見るべきでしょうね。次に丸2なんですが、今まで連隊には、組織としてはっきりとした目標がありませんでした。つまり、中長期的な目標を設定して、こういった社会を目指して組織を運営していきますっていうような、はっきりした将来の展望がなかったんだね。なのでそれを決めたのが丸2です。自主管理共和国って、何なの？これは一言で言うと、国民は政権は倒さず、団結することで、実質的に社会をコントロールしようとする理念、とのことです。と言ってもこの理念について、詳しく解説している文献が見当たらなかったのですが、田口正弘氏の著作、第三共和国の誕生によると、ぱっと見だと民主主義の国とどう違うんだ？ってなりそうですが、これらのことを、社会主義体制の枠組み内で行うというのが非常に特徴的ですね。ちょっといい？なんでしょうか？なんだか嫌な予感がするんですけど、2番の国民が団結することでっていうのは、具体的にはどういうこと？ああ、それですね。具体的には、ストライキだと思われます。やっぱり、我ささんも、俺らにはストライキしかねえんだみたいなこと言ってたもんね。自主管理共和国の理念は、この連隊全国大会で採択された、連隊綱領の中に盛り込まれたそうなんですが、田口正弘氏の著作、第三共和国の誕生によると、その綱領の中では、キリスト教的価値観、民族的伝統、民主主義的伝統を基礎とし、社会のあらゆるレベルで自主管理的、民主主義的な改革を実施し、計画、自主管理、市場を統合した新しい社会、経済秩序を実現する、そのような記述があります。つまり、ポーランドの伝統を基礎として、ポーランド人のための改革を実施し、農民クラブらが管理する社会ではなく、国民自らが実質的に社会を管理して、新しい秩序を作っていく。そういうことだね。まとめてくれて助かります。だけどこれ、かなり民主化よりの考え方だと思うんだけど、大丈夫だったの？大丈夫じゃありませんでした。ですよね。この理念は、政権の打倒には言及していませんでしたが、事実上、その内容は現行の諸制度の改革にまで踏み込んだ内容であり、社会のコントロールという政治権力の本質を、国民がペイゼットペイールから脱出することを意味するので、ペイゼットペイール党内の特に保守、強硬派にとって、これは全く容認できませんでした。まあそうなるわな。
連帯指導部の穏健派だったブロニスワフ・ゲレメクは当時のことを次のように回想しています。果たしてこのような雰囲気の中で連帯はこの1年間自ら実現してきた自制の政策を定め実現できるのだろうか。社会との絆を維持できるのだろうか。我々は守るべき自制の一線を越えてしまったと言える。この回想は連帯指導部の統制力がすでに弱まっていたことを示しているとも考えられます。連帯の指導部、つまりお上が言うことなんか聞かなくなっていたんだね。まさにポーランド人。まったくですね。さて次は丸さんなんですが、労働者への呼びかけ。はい、まあ今のうちに言っておきますが、この東欧労働者への呼びかけが各国の指導者をブチ切れさせました。なんでブチ切れたの？どんなヤバいこと呼びかけちゃったの？我々は自由労働組合運動を目指す戦いという困難な道を踏み出そうと決意するあなた方を支持する。いずれそのうちあなた方の代表と我々の代表が交流のために一堂に会する時が必ず来ると信じる。つまりこの声明は東欧諸国の労働者に対して、君たちも連帯みたいに社会運動をしてみなよ、連帯はそういう運動を支持するよ、そう述べているのと同じでした。そりゃぶち切れるわ。この声明についてヤルゼルスキ将軍は自伝で次のように述べています。モスクワやその他の東側諸国の指導者にとってこの声明は堪忍袋のを断ち切る最後の一撃となった。フラグ立てずにはいられない。ほんとそれ。さてこの連帯全国大会の動きを見て、1981年9月6日ソビエトからペイゼットペイルに対し警告が送られました。その警告の中でソビエトは反ソ連的な敵対行動を終わらせるための果敢な措置を要求してきました。3日後の1981年9月9日ソ連から供給される物資についてモスクワのポーランド大使館から通知が届きました。その内容は1982年度における物資供給量の大幅削減でした。マジですか。具体的には石油は1300万トンから400万トンに削減、ガソリン、灯油、重油はゼロ、その他天然ガス、リン酸、鉄鉱石、綿花も半減などなど、これは明らかな経済制裁の予告でした。こんなんじゃ次の年度になった瞬間暮らしていけなくなるじゃないか。連帯全国大会も後段に入った9月末頃、ポーランドでは国民のペイゼットペイルからの離脱が相次ぎました。9月末までに50万人の国民がペイゼットペイルから離党したそうです。そして連帯全国大会が終わった直後の10月中旬には連帯指導部の承認を得ずに組合員の独断で決行されたストライキ、いわゆる山猫ストが各地で頻発するようになってきました。この山猫ストが頻発する頃には連帯指導部の権威や統制力はほぼ崩壊していました。そして前回の動画でも述べましたが、1981年10月18日カーニャがソ連への悪口を盗聴されてペイゼットペイル第一書記を解任された頃には、ペイゼットペイルと連帯双方が共に権威やら統制力を失ってしまっていたので、ポーランドはストライキとかデモとか暴動で国民がやりたい放題やってる状態になってしまいました。時はまさに政治末。これもうどうすんだ。ソビエトにとってこの状態はまさに無政府状態と言えました。まあそう思われても仕方ないよね。カーニャの後任第一書記にはヤルゼルスキ将軍が就任しました。ポーランド軍って前史編で説明したコシチューシコ師団が母体となって創設されましたよね。ふむふむ。コシチューシコ師団はソ連の赤軍と共にポーランドからナチスを追い払った過去があります。前回の動画でも少し述べましたが、こういった歴史を持つポーランド軍は国土の解放者としてもともと国民から大変な人気がありました。食糧軍人が党の第一書記を務めるようになったのは決して偶然ではなく、ペイゼットペイルの権威や支持の回復から考えれば藁にもすがる思いの必然的な出来事でした。さてこの頃までに当然ですがワレサの指導力も低下していました。残党。本当な手段で政府との交渉を考えていた連帯指導部もワレサの指導力低下とともにだんだんと孤立していきました。指導部と地方組織の対立も深まり、その地方組織の内部でさえ対立が顕著になってきました。連帯は徐々に無秩序化していき、組織をまとめきれなくなっていたワレサには不信任も出かねない状況になっていました。そしてこの頃になるとヤルゼルスキの頭の中には非常事態法の適用という文字が浮かんでは消えるようになっていました。非常事態法の適用、つまり戒厳令のことですが、準備自体は前年から進められてはいました。しかし1981年に入り国内の混乱がひどくなっていくにつれて、その準備は本格化していきました。当時のヤルゼルスキ将軍は党の第一書記、首相、そして国防大臣を兼任していました。つまり党と政権、軍を掌握している状態です。彼は考えました。果たしてこの状態で自分ができることは何なのか。もっと正確に言うと、権力が自分に集中してしまっている状態に鑑み、どんなに恐ろしい悪用も自分の権限で実行できてしまう、
そしてその恐ろしい悪霊を実行せざるを得ない状況はそこまで近づいている。彼は自身が担う責任と、その気になれば悪霊を行えてしまう権力、そして一瞬でも戒厳令で混乱を終わらせるという考えが浮かんでしまったことに、戦慄し、自己嫌悪しました。しかもソビエトからの、果敢な措置を求める警告は、言葉の調子が日増しに強くなっていました。ソビエトは明言こそしませんでしたが、しばしば軍事介入の意図をほのめかし続けました。ヤルゼルスキ将軍は、逡巡し、反問しました。彼の机の引き出しには、拳銃が入れてありました。彼はその拳銃をじっと見つめ、国も自分も破滅するくらいならいっそのこと。そんな考えも浮かぶようになっていました。あくまでも戒厳令の発令は、彼にとって最後の手段だったのです。ヤルゼルスキ将軍は、藁にもすがる思いで、1981年11月4日、ヤルゼルスキ将軍はグレンプスーキ卿、ワレサギ卿との三者会談を提案し、そして会談を実現させました。が、異常なく決裂しました。クラブが、確定しました。その後も事態収拾のために、交渉は継続されたのですが、この頃までには、ヤルゼルスキ将軍もワレサギ卿も、互いに激しく対立するようになっていました。ワレサは連帯急進派の離脱を防ぐべく、急進派に迎合するような姿勢を見せていたため、この頃までに彼らは、互いに人間としては尊敬しているが、主義主張では相入れないという関係になっていました。11月17日、絶望的な状況下でしたが、ワルシャワで連帯と政府の交渉が行われました。そして、やっぱり決裂しました。ダメじゃねえか。この会談の終了後、連帯指導部の何人かが、ベイゼット・ペイルのとある政治局員に話しかけました。ところで、ケガワ坊はやってくるだろうか？つまり、ソ連軍は軍事介入してくるだろうか？っていう質問だね。それに対してその政治局員は答えました。それがこの続きの文豪だったら、どうするのかね。図らずもこの発言は、後の事件の予告になってしまいました。まあそれはともかく、国内で頻発するストライキやデモに対して、政府が強硬手段を取らなかったのには理由がありました。それは治安維持機関に対する連帯の働きかけは、絶対に行わない。つまり連帯は、警察、軍、消防などの治安維持機関に対して、ストライキなどの働きかけは行わない。この約定が履行されている限り、強硬手段には訴えない。それが連帯と政府の間で交わされた取り決めでした。しかし1981年11月18日、ワルシャワの消防大学校で、ストライキが発生しました。そしてこのストライキには、連帯急進派が肩入れしている、そういった情報が確認されました。なんだって。つまりこれは、政府にとっても連帯にとっても、破ってはならない最後の一線を越えてしまったことになります。それでもヤルゼルスキ将軍は、警告によって事態の収拾を図ろうとしました。11月28日、彼は党中央委員会総会の席上で、緊張が、対立が、党と社会主義国家に対する攻撃が、重大化している。こうした危険な現象は、事態を放置できないこと、崩壊に終止符を打たねばならないことを示している。さもなければ、全面的な対決へ、一種の戦争状態へと至る恐れがある。脅しとも取れる強い言葉を用いて、事態の収拾を図ったヤルゼルスキ将軍でしたが、これも全く効果がありませんでした。11月30日、ヤルゼルスキ将軍は最後の望みをかけて、議会に法案を提出しました。それはヤルゼルスキ将軍に対する、期限付きの全権委任法でした。この法律が成立することにより、翌年の3月31日までの間、ストライキを全面禁止にして、その間に越冬に必要な食料を生産させ、連帯と交渉するための時間も稼ぐつもりでいました。そしてそれにより、戒厳令の適用も回避できるかもしれない。そして国内の状況が落ち着けば、ソビエトからの軍事介入も回避できる。彼はそう考えていました。が、ここでグレンプスーキ卿から、この法案に対する抗議の書簡が、国会議員全員に送られました。なぜならば、この法案が成立した場合、連帯が無期限の全国ストライキに入る恐れがあったためです。実際に連帯は、法案成立への抗議として、そう宣言していました。ヤルゼルスキはどう対処したの？対処できませんでした。晩酌突き果てました。彼はこの時、もう交渉では何も解決しない。そう考えたと思われます。闇落ちしちゃったんだね。12月2日、発生から半月ほど経過していた消防大学校でのストライキは、戦車やヘリコプターを装備したポーランド軍により、力で鎮圧されました。そしてこれはヤルゼルスキ将軍にとっても、実力行使によって問題を解決した最初の例となりました。12月3日、ワルシャワ南方の町、ラドムで、連帯の幹部会が行われました。この幹部会では、消防大学校ストライキの鎮圧に対する抗議の意味も含めて、大変過激な発言が相次ぎました。この頃には、連帯の方にも戒厳令の噂が聞こえるようになっていました。ここでもワレサは連帯の急進派に気をされました。そしてそのことは、この日決議された政府への要求にも反映されていました。もちろんこれらの要求は、政府にとって許容できるものではありませんでした。
しかし連帯幹部会はこれらの要求を、12月11日から予定されていた連帯全国委員会に提出するつもりでいました。そしてこの会議での過激な発言が、ラドムテイクとして、後に政府転覆の証拠にされることを、連帯の彼らはこの時知る由もありませんでした。さて、この時のソビエトですが、指導者たちによる軍事介入のほのめかしは、未だに続いていました。実はヤルゼルスキ将軍は12月初旬、モスクワに使者を送り、軍事介入の要請を行っていたという話があります。え？結局この要請は拒否されたのですが、第二のアフガニスタンを抱え込むゆとりなどない。そういえばそんな話が前回あったね。いろいろな研究によって、この軍事介入要請は立証されています。要請を行ったのはどうやら本当らしいです。そしてソビエトがこの要請を拒否したことも立証されています。しかし私は、今でも疑問に思うのです。これは要請ではなく、ソビエトに釜をかけたのではないかと。つまり、ヤルゼルスキは本当に介入する気がないことを確認するために、ソビエトに嘘の要請をしたってこと？まあ、ヤルゼルスキ将軍を贔屓する人間が語る、妄言だと笑ってください。それはともかく、いずれにしても当時のソ連は、軍事介入なんてできる状況ではありませんでした。アフガニスタン侵攻から2年が経過し、戦況は泥沼化していました。半年で終わると思っていた侵攻から1年が経ち、2年を過ぎようとしているのに、全く出口が見えない。しかもソビエトはこの時、経済的には停滞していた時期です。ソビエトの実情を鑑みるに、軍事介入したいと考えたとしても、できなかったと思われます。しかしポーランド政府にしてみれば、ソ連からは果敢な行動を求められ、しかも介入のほのめかし設けている状況です。つまり、ソビエトにとっては脅しだけのつもりだったのが、過去のソビエトの行動を考慮すると、ポーランドにとってはとても脅しとは思えなかった。そういうことだね。まあハンガリー動乱の時も、軍事介入なんて考えてないよ。みたいなこと言ってたのに結局介入しちゃったからな。ポーランド政府にとっては、ソビエト共産党が言ってることなんて信じられなかったんだろうね。まさに日頃の行いですな。さて、ここでちょっと長い文章の引用になるのですが。何の文章なの？晩酌尽きた後のヤルゼルスキ将軍の心情です。めっちゃ重そうな気がするんですが、それは。当時の心境がよく表れている文章なので、ちょっと長くなるのですが引用させていただきます。事実の前に進むしかなかった。国を混乱から救う政治的、一方的手段は尽きていた。解決策は一つしかない。だが、まだためらいがあった。幻想にしがみついていたのだ。私は何らかの奇跡を、なお、期待していた。奇跡はありえなかった。全体は急進化の一歩を突き進んだ。当時、私はこんな風に考えていた。我が列車改革号が、社会主義の線路上をゆっくりと、歩きながら進んでいく。明らかに遅すぎる。機関車の運転席では、どう運転するかで党指導部が激しく対立している。ある者は改革の蒸気弁を目いっぱいに解放しようとし、別の者はイデオロギーのコックを締めようとする。我々の背後からは、同じ線路上を別の列車全体号が追いかけてくる。何百万の乗客を乗せた、超重量級の列車だ。その機関車の運転席でも争いが激しい。ある者は右に、別の者は左に方向転換しようとする。ある者は賃上げを要求し、そうかと思うと、シャベル一杯分の石炭の配給を、満場一致で決定すべきだと主張する者がいる。誰も制御できないまま、列車はぐんぐん加速していく。衝突は目前である。その結末はどうなる？1981年12月12日の深夜、ヤルゼルスキ将軍は団長の思い出戒厳令を発令しました。正式な手順を経ていれば、本当は国会の承認が必要でした。ヤルゼルスキ将軍は、国会の承認を得ずに独断で戒厳令を発令しました。この戒厳令は、本来は戦争状態に入った時に発令されるべきものでした。そういった理由で、ヤルゼルスキ将軍は国民に対して宣戦布告した。そう捉える者もいました。やがてこの戒厳令の発令を、ポーランド・ヤルゼルスキ戦争と呼ぶ者もいました。連帯指導部は、戒厳令の噂こそ聞いていましたが、発令された際にどこへ逃亡するかなどの、具体的な対処についてはまるで考えていませんでした。戒厳令の発令に対して警戒はしていましたが、具体的な抵抗要領などの準備は何もしておらず、全くの無防備でした。しかしこれは、むしろ良かったことだったのかもしれません。だって戒厳令への対処なんか準備してたら、それこそ内戦になってたかもしれないからね。仕方ないね。事前に作成されたリストによって、連帯の活動家たちは次々と逮捕されていきました。1981年12月13日の午前4時頃、ワレサはグダニスクの自宅で逮捕されました。勝利は我々のものだ。いつか君たちは、私たちのところへ来て、ひざまずくことになるだろう。こんなことをして、君たちは自ら無血を負ったのだ。彼は逮捕しに来た警官たちに、このように述べました。結局、ポーランド全体で6000名以上の逮捕者が出ました。午前6時、ヤルゼルスキ将軍は、国営テレビで演説しました。
この時、事実上の軍事政権である、救国軍事評議会の創設が発表されました。我々は敗北したのだろうか。勝敗の基準を、もっぱら力には力で戦う意思、もしくは能力の有無に置くとすれば、イエスと答えざるを得ないだろう。だが、我々はこの500日間に新しい別の社会を作り出そうとし、そうすることによって、全ポーランドを長い眠りから目覚めさせたのである。我々は自分の家の主人にはなれなかった。家は昔も今も自分のものではあるが、権力者たちに奪回されるに及んで、また曲がり人の役割に戻ったのである。だが、国民は自分の味を知った。ポーランドの希望の礎石は据えられた。今は、自説の到来を待たなければならない。壊滅的なダメージを負った連隊は、消滅こそしませんでしたが、この戒厳令以降、地下に潜伏して活動することを余儀なくされました。その後戒厳令は、1983年7月下旬まで継続されました。救国軍事評議会は事実上の軍事政権として、ポーランドの正常化に舵を切り出しました。ヤルゼルスキ将軍は政府の長として、国際社会や国民からの憎悪を、一身に受けることとなりました。そして、時代の寵児から国家転覆の犯罪者となったワレサは、この後しばらく、地下組織となってしまった連隊を率いて、臥薪嘗胆の日々を過ごすこととなります。ソビエトとしては、戒厳令のニュースに歓喜しました。長年にわたってトラブル続きだったポーランドという植民地を、ほとんど自分たちの手を汚すことはなく、そればかりか、今回はポーランドがその汚れ仕事を自らやってくれました。ヤルゼルスキ将軍の指揮のもと、ワルシャワ市街を戦車が巡回している。クレムリンの指導者たちは、テレビに映ったその光景を、安堵と勝利の心持ちで見入っていました。これ以降、ポーランドと連隊は冬の時代を迎え、1989年まで、時節の到来を待つことになります。ふぅ。とりあえず今回はここまでとします。今回は絶対に50分超えたなと思ったけど、なんとかこの尺で収まったね。それはともかく、次回は1982年6月の、チェコスロバキアの話をしたいと思います。まだ原稿も作ってないので何とも言えませんが、次はこの人が主役になると思われます。それじゃあ次回も気合い入れて動画を作ってくれたまえ。頑張ります。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。